こんにちは、大輝です。今日は動画編集をスムーズに行うためのプロキシの作り方をご紹介したいと思います。動画編集を始めたばっかりの人で、結構ね、Adobe のプレミアプロを使ってると動画の編集が重くなっちゃって、わ、困るわっていう方結構多いと思います。もちろんね、動画編集用に買ったパソコンじゃないために、スペックがこの Adobe プレミアプロの推奨されるスペックに追いついてないケースが結構あって、それで動画編集画面が重くなってしまって作業効率がすごい落ちてしまうってケースがすごい多いと思います。で、そういう方に今回ご紹介するこのプロキシを作っていただいて、サク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 編集していただきたいなと思ってこのチュートリアルを撮ってます。で、プロキシっていうのは何かっていうのを簡単に説明すると、プロキシっていうのは代理っていう意味で、元々のファイルよりも軽いファイルを新しくね、作成することによって、編集中はその軽いプロキシファイルを使ってサクサク編集する。で、書き出しの時は元々の、画質の良いね、ファイル使って書き出しするので、書き出しされた動画のクオリティには全く、影響しないように編集する方法のことです。Adobe Premiere Pro には一応ね、推奨スペックっていうものがあって、それはねこれぐらいの時間帯のところで、ご紹介してるんですけれども、そのスペックよりも低いパソコンを使ってる方はぜひね、この、プロキシを使って編集していただくと編集の作業効率が上がっていくので、ぜひやってみてください。じゃあ早速チュートリアル始めていきましょう。じゃあ早速やっていきましょう。今回使うファイルはこの4つです。画面分割のチュートリアルの時に使った映像を4つ用意してます。まずはこのプロキシを作るファイルを全部選択して右クリックでプロキシを作成にします。で、ここのねプリセットなんですけれども、多分ねそのままの状態で OK かなと思います。僕の場合は H264 の 1280×720 これになってますけど、多分皆さんもそのまま出てくる数値で大丈夫かなと思います。ちょっと違うなと思ったらここねいじってみてください。で、保存先、これもこのままの設定で OK です。で、OK を押すとメディアエンコーダーっていうのが立ち上がって全部勝手にプロキシを作ってくれます。で、できたプロキシはこの出力ファイルのこの青いところをクリックするとそのねフォルダを表示してくれます。こんな感じです。で、これがねどこにあるかっていうと、このプロキシの自分で作ったプロジェクトファイルの中にプロキシーズっていうファイルができフォルダーができてるんで、この中にね全部入ってます。で、ファイルは必ず綺麗に整理しておく必要があるので、一つのプロジェクトに対して一つのフォルダー専用のフォルダーを作って、その中に素材とかを全て入れるようにしてください。で、プロキシのファイル自体も必ずねその同じプロジェクトファイルの中になるようにしておいてください。これがねぐちゃぐちゃになると本当後で大変なことになるんで、必ずファイルはどんなにズボラな人でも整理しておくことをお勧めします。で、このプロキシーズの中にこのファイルがあるんですけれども、元々のファイル容量が一番大きくて30メガで、一番ちっちゃくて 4.7 メガだったんですけれども、一番大きいファイルでプロキシを作ると 18.7 メガで、一番ちっちゃくて3メガかな。結構ねファイルのサイズが圧縮されてるかなと思います。じゃあ、あとはね普通に編集するだけなんですけれども、プロキシのファイルと元々のオリジナルファイルを切り替えることができて、それがねこのプロキシの切り替えっていうものです。ここの中に表示されてる方もいると思うんですけど、表示されてない方はここのねボタンエディタープラスボタンを押して、でこの中からこのプロキシの切り替えっていう項目を探してみてください。これかな。これをドラッグ&ドロップでこっち側に持っていくという感じです。で、こうするとね、これ押すだけでプロキシとオリジナルファイルを切り替えることができるんですが、僕のパソコンではスペック的にちょっとカクカクしないんですけれども、パソコンのスペックがちょっとね足りなくてカクカクするなっていう方は、このプロキシの切り替えを押すともう断然に編集のしやすさが変わってくるんで、ぜひねこれ使ってみてください。で、プレミアプロで編集するときに必要なパソコンのスペックなんですけれども、実は Adobe のホームページに必要なスペックのスペック表がありまして、例えば Windows の場合プロセッサーは最小でこれぐらい、推奨でこれぐらいっていうのが全部記載されてます。で、メモリが最低でも8ギガで、あるといいのが16ギガで、 4K 編集する人は32ギガ必
要ですっていうようなことが書かれてます。で Mac も一緒で、 Mac も必要最低限で 8GB、 推奨では 16GB、 4K では推奨 32GB あったらいいですよっていうような推奨のメモリが書かれてます。これよりね、このスペックが低いパソコンを使ってる方は、プロ機種を作って編集した方がスムーズに編集できるんじゃないかなと思います。あとはね、この編集画面を軽くするには、ここフル画質にするのか2分の1なのか4分の1なのかで、 4K 使ってる人は8分の1とかも選択できるかなと思います。でその他にプレミアプロの環境設定の、メモリというところから、このプレミアプロにいくつメモリを割り当てるかっていうことも選ぶことができます。例えばね、ちょっと、ここを見てほしいんですけれども、このプレミアプロで、使用可能なメモリが今 5GB になってて、他のアプリに確保するメモリが 27GB になってます。でこれだとプレミアプロに使うそのメモリの容量が少なくなっているので、ここをね最大限まで上げてあげるとより軽く編集することができます。ここもねちょっと重たいなっていう方はプロ機種を作る他にここもいじってみるといいかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回は、僕は、4つしかプロ機種ファイルを作らなかったのと、僕のパソコンのスペックが結構ね高いスペックのパソコンを使っているので、プロ機種作るのもかなり早かったんですけれども、通常ね多分皆さんが撮影したたくさんのファイルの数とかたくさんのファイルの容量があると思うので、プロ機種作るのにかなり時間がかかると思います。で帰ってすぐに編集したいケースもあるかなと思うんですけれども、一回ねちょっとプロ機種作る時間で、まあ容量によって違うんですけれども、数時間とか、まあ場合によっては一晩とかね、 4K でたくさん撮ってる場合とか一晩かかったりすることもあると思うので、ちょっとプロ機種作る時間はかかると思うんですけれども、その後の編集時間は格段に短くなると思うので、ちょっと空き時間にねプロ機種作っちゃって、で編集はもうがっつり集中してやるっていうような形でやるのがいいかなと思います。ぜひねこのプロ機種をうまく活用して、作業時間を集中してよりクオリティの高い映像が作れるように、いろいろ工夫してみてください。じゃあ今日の動画は以上です。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとこんなチュートリアルやってほしいなっていうようなご要望があったら、ぜひ、コメント欄までコメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画で会いましょう。ではまた。